はい。島崎です。こんにちは。昨日は配信でライブを見てくださってありがとうございました。えっ、ー、と、今からでも買えますので、6月7日まで見れるので、ぜひ見てほしいです。私が企画した最高の組み合わせでございました。えっ、ー、と、私の次に歌ってくれたのが、シンゴーブッチプシーライオンさん。その次が藤野恵美ちゃん。 最後浜野さんに締めくくっていたただきました私の人生がもし4回あったらこの4人を体験して音楽的なことを全部全部やりたかったっていう <laughs> 組み合わせなんですだから4人揃ったらもう私の中では無,無敵艦隊。 って感じです <laughs>。あの、お客さんは少なかったですけど、あの、来てくれた方々にはすごく、あの、心から楽しんでもらえたようなので、あの、よかったと思います。あの、関係者、各位には申し訳なかったですけど、本当に感謝しています。はい。で、えっ、ー、と、思ったのは、もうあの、 私演奏は本当に自信ないですとかはもう言わへん言わへんって思いました。そう思ってもいいから、そう思うんやったら練習してって。<laughs> そういうスタイルに変えました。絶対もっと表現したいもんな。自由に。 それからあの今「そのケアと演技」っていうタイトルのあの演劇の,あの歌の,あの作曲を担当させてもらって当日生演奏でも参加するんですけどそ,のそれがもうむちゃむちゃ楽しくてでなんか音楽であの人のお役に立てるってすっげえ幸せやな っていうあと私はそう感じるんやなってその世間一般的に人の役に立つことはいいことですとかいう感じじゃなくってもうこの命がそれを欲しているそれをやりたいと感じているそれで充足感をすごく感じているというのをあのまた改めて。 あの別のアプローチですごい感じたのでそのシンガーソングライター島崎智子っていうあのあれアプローチではなくてもあのすごく何も変わらへんなっていうふうに感じたからそしたらやっぱりあの前の動画と同じこと言ってますけど <laughs> できることは増やしたいしでもっと早くできるようになりたいしより多くの方にあの音楽で。 あの関わることができたら嬉しいなという風に改めて思いました以上ですいつも見てくれてありがとうございますシャイナロ